ね、なんかよっちゃんかわいそう、ちゃんと仕事してるのにね、よっちゃんギターもうまいのに。でも入ってないんでしょ。さあ、それはこれを見てチェックしてください。はい、じゃあ曲に行ってください。はい、じゃあそれでは大事マンブラザースバンドで、それが大事です。ドラムの人は鶴光さんでした。それにしてもこの曲の感想なんだけど、すごいなんか息継ぎするとこがなくて大変だと思う。私の歌とかも息継ぎがないからすごい気持ちわかるんですけれども、ボーカルの人変なとこで息継ぎしてたから、あ、これは苦しいんだろうなと思って見ていました。これからも頑張ってくださいということでですね、先週募集した空焼けマメロジー係で心理テストが来ましたので読んでみます。八王子市の杉田ひろみさんからです。いつも楽しい番組をありがとう。いいえ、まるで友人が出ているような気分で見ていられます。注意の注。32歳でも気が若いので。さて、心理テスト先週楽しかったので、私の知ってる心理テスト書いておきます。
はい、次の色でイメージする人物を描いてください。これが次の色ですけれども、じゃあこれはですね、私がやってみたいと思います。ドキドキします。人物でしょ、内野さんがこうなりました。いいですか、なんか人物パパとかママとかって書いてあったからこういう風になっちゃったんですけども、このテープを外すと分かります。ドキドキ。茶色好きでない人、おばあちゃんだって。やばいよやばいよ。そんな黒怖いと思ってる人、私。自分で自分が怖いのかしら。青結婚または恋人にしたい人、パパやだよ。うちのパパ巷ではロッキーって言われてます。次、一緒にいて楽しい人、平山美希。これは楽しそうだ。平山美希さんっていつも黄色い洋服を着てるよね。で、桃色憧れの人、ピンクレディ。あ、この辺はズバリかもしれないですね。そして赤、一緒に歩きたい人、ママ。なんかただの人のいいやつで終わってしまいましたね。はい、ということでね、心理テストまだまだ待ってますからよろしくお願いしますね。それでは次のアーティストね、行きましょう。はい、90年代のライブクイーン的存在、鈴木紗友子さんを紹介したいと思います。紗友子ってあのヒッチコックの映画？違います。あ、じゃああの富士五湖の一つ？違います。全然。今夜は最高、レッツゴー。和訳すると最高。お調子見えの。違う、最高じゃなくてさあ行こうでしょ。失礼。すごい私生活でもなん、あとライブでもすごいやっぱ共通点っていうのはすごいあのファンの人思ってるんですよ。でやっぱし愛についてすごい語る人で、私もあのなんていう雑誌かわからないんですけど、あの紗友子さんの一人ぼっちのライセンスでしたっけ、なんかそういう 本出てたんですよ、紗友子さんのことが。ですごいそれを読ませていただいたんですけれども、すごい読んでるうちに、その時も紗友子さんのこの恋ってさっていうのを聞きながら、何回も聞きながら聞いてたんですけれども、読んでたんですけれどもね、すごいあの今日なんていうんですか、こうじわじわとなんか泣きたしそうになるくらいのすごいいいことばっか書いてあって、こう自分自身が愛になりたいっていうか、愛を知りたいっていうかね、すごい語る人で、なるほどね、うん、好きになりました。すごい友達になりたいなーなんて、本当向こうが嫌だって言うよ。ゲーはい、じゃあどうぞ。鈴木紗友子さんで恋ってさです。佐藤さん、プロデューサーが恋ってさ、はーい。